じゃこんにちは、はい、豊さん、ちょっとびっくりな情報が入ってきました、まあはい、びっくりというか日本ハム、はい、来シーズン、稲葉 GM が2軍監督に就任すると発表と、はい、さらにあの栗山英樹さんが再び日本ハムに戻ってきます、はい、で役職、まあ、名称は未定なんですけれども、うん、球団の編成と運営の全権を担う最高責任者という立場二軍監督だった、木田さんが GM 代行っていうところになるそうです、うん、まず稲葉さんが GM から二軍監督になったっていうそこじゃなくて、うん、まずはやっぱ栗山栗山さん、はい最高責任者なんですよ編成プラスです、はい、だから GM みたいな形になるわけでしょ、うん、そこのポストを譲るで稲葉が今やってるところが、はい、稲葉が二軍に行くというそうですだから稲葉がこう二軍監督に行くから栗山が入るんじゃなくて、はいうん、栗山が入るから稲葉が二軍監督かなっていう感じがするんだよねじゃあこれはその栗山さんをこう日本ハム の, そのポジション何がその全権のポジションにしたいという球団側のまあそうだねだからまずそこが動いて、はい、じゃあ将来的に、うん、新庄監督の後に監督をやらすのは誰かっていうと、はい、稲葉監督、はい、二軍監督を、まあ、二軍で経験をさしておいて、はい、そうさせるのかなっていうふうには感じるけどねなるほど球団の理念であるそのスカウティングと育成の原点にまず立ち上るっていう必要に迫られていると、はい、そこでやっぱりその栗山さんに白羽の矢が立って編成だったりとかそう運営っていう意味での全権まあそうだね、はい、栗山監督時代に日本ハムとはいい関係であったし、はい、やっぱ選手を育てるにあたって、まあ、大谷だってそうだよね二刀流を育てたとか、はいまあ、ダルビッシュもそうだけども、うん、どういうふうな仕組みでやったらいいかっていうのは、うん、もうノウハウは栗山は分かってるんだよね、うん、今チームで足りないところはどこなのかとか、はいまあ、そういうところをしっかり見てきてどっかの球団から誰を取るとか、うんまあ、そういうことをこう進めたいんじゃないのかなっていうような気はするけどねあとその稲葉さんが二軍監督に行くというところで例えばその2年間で新庄監督がどういう野球をやりたいかっていうのを稲葉さんは GM として見てきて分かっているそのいやこれは分かってるよそうですね分かる稲葉二軍監督は、はいまあ、GM 時代に新庄監督のやり方っていうのを、うん、とにかく評価してたし、はい、だからそういう意味ではその二軍に行って、うん、だから自分が送り出す選手をどん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 、はいまあ、作りたいその流れを良くしたいというね、はいまあ、そういう感じもあったんだろうね、うん、どういう選手を新庄監督が望んでいるのかそういう選手を育てて一軍に上げるっていうのがやっぱりスムーズに連携が取れるっていうところもまあそうだね、うんまあ、それと野手で言えばさ、はいまあ、ピッチャーはある程度こう出てきてるんだよね、はい、下から、うん、で野手っていうのはさ、うんまあ、固定がある程度進んできてるけどもなかなかこう一本立ちできないというか、うんまあ、そういうところもあって、まあ、野手の監督で、まあ、しっかりした技術と基本を教えてもらいたいというようなね、はいまあ、そういうこともあったのかなっていうような気はするよ、うん、だから新庄監督は7人の、まあ、スターを作りたいというはいね、で万波であったり清宮であったりだとかさ、うんまあ、清宮も成長はしてるけども怪我があったりとかしてね、はい、今年ちょっと遅れたし、まあ、いろんな野手が固定できるように稲葉二軍監督に託すというような、はいまあ、そういう流れなのかなっていうような気がするよね、うんうん、サポート陣というか、まあ、監督コーチ陣がごっそりこう入れ替わることによって、うん、チームにはどういう影響を来シーズンは与えていきそうですかね栗山 GM っていうのはさ大人だし、はい、やっぱり広い視野を持ってるし、うんまあ、賢い人だからね、うん、いろんな言い方をしながら自分の色にしていくのかなっていうような感じはするし、うん、稲葉二軍監督になったとしたらやっぱこう野手をね積極的にこう鍛えようとする、うん、で稲葉監督もどちらかというとやっぱこう一軍でレギュラーを張れない人たちそういうものをもう一回鍛え上げて固定できるぐらいに育てて送り出すというような、うんまあ、そういう流れなんだというふうには思うけどね、うん、だからこういうふうになってきたっていうのはある程度新庄体制が浸透
してきて、まあ、浸透してきてっていうか、はい、こう落ち着いて戦えるような状況を作ってあげたいなというような感じなんだと思うけどね。使うけど怪我する、使うけどちょっと物足りないとか、まあ、そういうことで新庄監督もすごくこう悩んでると思うんだよね、はい、そういうところのストレスを取ってあげたいというような、もう全面バックアップしてやりたいなっていうふうには思ってると思う、うん、だからその2軍での、まあ、育成だったりとか育て方っていうのを、はい、こうスムーズにいい流れで新庄監督にバトンタッチで1軍でっていう、まあそうだね、うん、だからまあなかなかやっぱこう GM が2軍監督になるとか、栗山というのは本当にあのなんていうの、そういう職にはもう最適な人間だと思うよ、はい、なんかいい上司のベストワンとかに選ばれそうですよね。いやいやもう絶対そうだと思うよ、うん、いやだからここら辺を中心にどう2軍と1軍をこうやっていくのかっていうのが、うんうん、まずここをこうしっかりさせたかったんじゃないのかなっていう、いわゆるあの栗山さんの今度つくポジションってことですね。そうだね、でより強化をしたかったという、うん、それと新庄監督があと何年やるかわからないけども、うん、その後がまで稲葉2軍監督を育てるというか、はい、そういうことなんじゃないのかなっていうのは、まあ、気はするけどね、うん、まあ、稲葉さんといえばもちろん全日本の監督経験もあって、はい、そこからの日本ハムの GM、はいはい、そこからの2軍監督っていうところで、うん、いろんなところの職というかポジションを経験されているので、まあ、そうだね、だから、うん、いろんなことが分かるだろうし、はい、ただやっぱ監督業ってさ、代表の監督とやっぱ一つのチームの監督とでは、うん、やっぱ長期政権というか、はい、長期シーズンだし、うん、こっちは短期の決戦だから、はい、やっぱ勉強するところっていうのはたくさんあると思うんだよね、うん、でオリンピックで優勝してるけども、はい、単体のチームではまた違うしね、うん、まあ、勉強にはなると思うし、はい、そういう、まあ、準備なのかなという感じがするけどもね、あとはもちろんその新庄監督を男にするためにね、はい、やっぱどんな選手を作り出してくるのか、うん、まあ、そういうものは楽しみだけどね。そうですね、うん、まあ、1年目のビッグボスの時代があり、今シーズン2年目始まる前にいろんな投手コーチだったりとか、はい、新しいコーチが入ってきたりと、で来シーズン、まあ、3年目ということで、はい、いろんな上の方のポジションが固まってきて、はい、何かこう来シーズン3年目ファンとしてはこうなんかこうチームからやる気を感じるようなって、うん、そんな今回こう人事だったと思うんですよね。まあ、そうだね、だからまあ稲葉ってやっぱ現場の人間だよ。だからスーツを着てチームをこうするよりも、はい、やっぱこう若手と触れ合いながら、やっぱ自分の経験だとかそういうものを伝えていく、はい、やっぱそうやった方がまだ GM 職ってまだ早いような気はしたけどね、うん、俺がなった時には先でもって、ね、だからまだまだ現場でしょみたいなことは思ってたんで、うん、だからまあそこを現場に戻すっていうことは悪いことではもう全くないし、うん、まあ、もうむしろいいことしかないかなっていうふうには思うけどね。そうなんですね、うん、まあ、来シーズンね、本当にその2軍から何人その若手が育って1軍で、まあ、そうだね、はい、だから何人固定ができてくるかだよね、うん、はい、まあ、ある程度固定にはなってきてるけども、本当にしっかりしたレギュラーがあと何人育つか、はい、まあ、ここだよね、注目はね。そうですね、はい、注目していきたいです。はい。